世に喧伝されているエビの一つの方法として自分の正中線よりなるだけ遠くに足をつこうと。なぜならこうするとたくさん腰が動かせるだろう。いやこんなの大嘘だから、あのやれるもんならやってみようと思うけどな。さっき右肩と左足で床蹴ったけど、今度は右肩と右足で床蹴る。すごく楽になるね。そう、初心者さん膝の位置も変えないね。足首の位置と膝の位置変えないで、こんだけしか動かんやん。まあ、全部動いてんだけどね。全部動いてないのがここの、 あの親指の先ちょっとつま先、あ、ごめん、親指の先ちょっと床が当たってる部分以外は全部変わってるはずだよな今な、うん、だからあのこうつま先の、多分つま先だろうな、こういう動きなんか、まあ、普通日常生活にないからあんまりやらないんですよ。どの程度見てもらえるか分からんけど、肩の位置をすごい変えんというか、こう肘を浮かせば別に肘が動いて俺の体は動かんな。でも肘をついて今の動きをすればほら体動くじゃん、当たり前だよ。あのブリッジしてここ隙間できたろ、俺の左ケツと床の間に隙間できたろ、ここにね、右股関節を入れるだけでいいんです。あの相手が正座してる感じ、一回騙されたと思って相手を自分の下っ腹の方にギューを、相手もギューしていいぞ、でもここで離しといて体反らすな、行くぞ、ほら見たろ、これができないと抑え込みって逃げれないと思うよ俺。上げて、そうそう、ほら、ストールできたろ、今、ボーンだろ、隙間があったら、これが本当に隙間ができてからしか、この隙間から俺今、脳天こっち向いてるけど、この足だ、頭こっち来るんだろ、これめっちゃ、ちょっと遠くなったから、背中取れないよ、取るよ、取るけど、でも俺のこの動きの方が早い、腰そうなりないよ。どっかにもここまで遠ざかれば何個でも足戻せるじゃん。だから、あの多分ね、怖いんですよ、みんな。あ、だから、すごい大げさに言えば、もう一回。こんなにいいよ。いや、本当にそんくらいするんだって、気持ちとしてはそうだ。体は平行。外れるね。これが難しいのかな？すぐ倒されそうだからね。だって来ること分かってるならさ、でしかも肩に生きてるじゃん。いや、別に返してほしいよね、むしろ。いけないでしょ。いけるじゃん。あのね、騙されたと思ってやって、ほら、めっちゃ引けるじゃん。とにかくね、また左からバランスいいっていうのは幻想です。で、こういう人を返すために、充実にはむっちゃいろんな技、まあ、普通はほぼそうなんだけどね。普通はそうなんだけど、こういう人を返すためにいろんな技があるから、やっちゃダメです。上手い人こんなしてないよ。なんかもうひょいこう泳がってるんですよ。上手いからやってんじゃなくて、この面白かった。上手いからやってんじゃなくて、こう、あ、もうこれで自由に動けるからこうしてるんですよ。で自由に動けるよ。これが、あ、動けるみたいな。動きようがないからね。まあ、騙されたと思って、見てもなんでもいいよ。握って、ガーッ上がらん、行くぞ、もう、下がるから。ちょっとやってね。